ナショナルフィルムアワードはインド国際映画祭において発表されるインド映画界における最大規模の映画賞である1954年に設立された1973年以降はインド国際映画祭とともにインド政府の映画祭事務局によって管理されている毎年映画祭選考委員会推薦の映画と一般エントリーにおいて選考を勝ち上がった映画が ニューデリーでインド大統領により開催される本選考に進むことができる。本選考に進んだ映画は表彰式の場となるインド国際映画祭において一般公開される。前年度にインド映画を含む世界中で作成された映画が選考対象となる。また、インド国内の映画については各州の最優秀賞を獲得した映画と インド国内の言語別最優秀賞を獲得した映画がエントリーされる。選考対象となる映画数、映画賞の多さにより、ナショナルフィルムアワードはアメリカ合衆国の映画賞である、アカデミー賞と同等の価値のある賞であると、みなされている。受賞式が開催されるコンベンションセンターのビギャンバワン現在、ナショナルフィルムアワードには、 長編映画部門と非長編映画部門という二つの主要映画賞部門がある。長編映画部門の推薦委員会は2009年にラーフルドラキアやブッダデーブ・ダースグプタなどを含む13人の委員によって発足した。非長編部門の選考委員会はビクラムシンガを含む5人の委員によって構成されている。選考委員会は 映画祭事務局によって任命されるが、インド政府や映画祭事務局は選考過程には関与しない。選考委員会による選考に関しては、毎年厳しい批判がある。長編映画部門、非長編映画部門合わせて、毎年100を超える映画が、インド国内外からナショナルフィルムアワードにエントリーされる。選考ルールは、毎年変更され、 ナショナルフィルムアワードレギュレーションという文書として公開される。レギュレーションの内容は多岐にわたり、特にインド国内の映画会社や映画監督の作品に関しては非常に多くの規定が存在する。エントリーする映画はインド国内で撮影、制作する必要があり、外国の映画会社との共同制作映画の場合は、先行へのエントリーにあたって6つの基準をクリアする必要がある。 また、エントリーの際には、前年の1月1日から12月31日までに、中央映画認証委員会に申請する必要がある。申請の認可が下りた場合、長編映画選考委員会により、長編映画部門と非長編映画部門どちらでエントリーされるかが決定される。この部門の映画分類方法に関しても、ナショナルフィルムアワードレギュレーションで定義されている。 賞は大きく分けて、長編映画部門、非長編映画部門、映画批評部門の3つの部門から構成されている。長編映画部門と非長編映画部門では、映画の芸術性、技術性、インド各州の独自文化の表現性、国家団結の表現性などが評価対象となる。映画批評部門では、新聞やテレビ、映画専門誌などのメディアや映画研究における、 批評の的確さ、映画の宣伝普及への貢献度によって評価される。また、インド映画の父と呼ばれるダーダーサーハバパール系に、ちなんだ、ダーダーサーハバパール継賞という特別賞があり、インド映画発展に貢献した人物に贈られる。ナショナルフィルムアワード受賞者には、メダルと賞金、表彰状が授与される。長編映画部門の6つのカテゴリー、貴重編映画部門と、 映画批評部門それぞれの2つのカテゴリーには、金連賞が贈られ、その他のカテゴリーには、銀連賞が贈られる。金連賞銀、連賞インド憲法の憲法第8不足で、インドの公用語とされている言語で制作された、長編映画賞、インド憲法の憲法第8不足で、インドの公用語とはされていない言語で制作された、長編映画賞、現在は廃止された、賞金連賞銀、 連勝現在は廃止された賞金連勝。ありがとうございます。